皆さんこんにちは、名楽フィットネスクラブの藤井です。本日の動画はフィットネスクラブまたスポーツジムに通ってのメリットデメリットについてお話ししていこうと思います。さあ今回メリットやデメリットについてお話ししていきますが、事前にねインスタグラムであったりとか会員様などのお声を集めさせていただいて、過去のね当クラブへの入会に関するアンケートなども元にしながらデータを作ってまいりましたのでお話ししていきたいと思います。まず最初にフィットネスクラブまたジムに通ってのメリットからお話ししていこうと思います。いくつかの項目に分けてお話ししていきますので、最初にねずらーっと羅列してからそれぞれについてお話ししていこうと思います。さあまずこちらですね、痩せたまた筋肉体力がついたというような項目になっております。まあ、これはですね、フィットネスクラブまたスポーツジムに通う一番大きなね目的になってくるかなと思います。で多くの会員様がね今体重だったりとか体脂肪も含めて痩せたり、あとは男性であれば筋力体力をつけたいっていう方が多くなっていますので、こういったところが実現できている目標目的が叶っているっていうところがフィットネスなどに通う一番のメリットになってくるかと思います。さあ次にこちらの項目ですね、腰痛や肩こりなどがなくなった、また寝つきが良くなった、そして仕事や趣味の中で疲れにくくなったという、こちらもね体力的なものとか健康面での改善っていうところがメリットとしてアンケートの中で多く上がってきております。特にこういったアンケートに関するところでいくと、50代60代以上の方であったりとか、学生時代だったり若い時に腰だったり肩を怪我していたスポーツなどでそういったものがあった方の改善っていうところが目的の一つとしてフィットネスなどに通われる方もいるので、そういったところの改善が見込めたんじゃないかなと思っております。さあそして次の項目はこちらですね、トレーニング仲間友達ができた、また週の予定がご自身の中でいい感じに埋まってきたと、あとは他には家で過ごす時間が減って外に出る有意義な時間が増えたというようなアンケートの結果も多くなっています。どういったフィットネスクラブなどに通うかによっても変わってはきますが、比較的同じ目的目標を持った方々が通う施設になりますので、必然とね同じ時間帯であったりとか同じ曜日に通う方、顔見知りになっていって話が弾むっていう傾向はよくある話になります。ぜひそういったね、ところをうまく自分の中でも利用しながらモチベーションにつなげて、定期的に通えるような心持ちっていうのを作っていただくといいかなと思います。さあ次にデメリットの部分をいくつか挙げていきたいと思います。フィットネスに通ってみてのデメリット、どんなものが上がっていたかというとこちらです。まず一つ目の項目では月々の会費が意外ときついと、で行けた回数月会費を割ってみたらコスパが悪かった、まあ、1回あたりの金額にして考えてみたら意外と高くついちゃったよっていうようなご意見もあります。また次は何をすればいいか分からず、まあ、結局通い出したけどウォーキングとか自転車ばかりになってしまって、フィットネスに通ってるメリットっていうのを感じなくなってしまったよと、これもよくある話ですね。特に大手のフィットネスクラブさんだったりとかで比較的ね混み合う時間帯に見学に行ったりすると、ジムの筋トレのマシンが比較的空いてるにもかかわらず、ランニングマシンやバイクのマシンとかが比較的埋まってるっていうような施設さんだと、そういった傾向が多くなってきてるかなと感じます。そして、自分なりに頑張って通おうと思ったけど結果が出なくて続かなかったというね、こういう風に頑張りたいって思っていたところが打ちひしがれてしまうっていうところが通えなくなってくる、まあ、またねフィットネスに通うにあたってのデメリットだと感じてしまう部分なのかなと思っております。さあ次の項目はこちらですね、頑張ってやってたけど途中で怪我をしてしまった、またもったいない気持ちになってしまって通うこと自体が義務感、まあ、要するに気持ち的に追い込まれてしまって、途中で心が折れてしまったというようなところもあります。まあ、こういったところはですね、運動トレーニングっていうのは怪我のリスクは当然、普段よりも上がるものになるので、そういったところが兼ね合いになってしまった、また通うこと自体がね苦になってしまうっていうところも、まあ、気持ちとしては分からなくもないかなと思いますが、やっぱりそれ以上にね得るものがあるかどうかっていうところが自分の心の中で天秤にかけて考えてみた時にどうだったかっていうところが勝負になってくるのかなと思います。
さあ、そして次の項目です。他の会員の方に話しかけられすぎて運動に集中できなかったと。また会員同士のいざこざに巻き込まれてしまって途中でやる気がなくなってしまったと。まあこちらの項目っていうのはなかなかどのクラブでもよく聞かれる話ではありますけれども、他の会員様ですね、善意でお声掛けいただいたりとか、トレーニングをね見ていて気になったところを教えたくなっちゃう会員様とかっていうのもごく稀にいらっしゃったりもしますし、単純なね世間話が普段からどうしても会話が長くなってしまうお客様とかもいらっしゃるので、そういったところでなかなか捕まっちゃって集中できないよっていうことも聞くことはありますね。でまた会員同士のいざこざっていうと、いわゆる派閥のようなものですね、お客様同士でちょっとグループができてしまって、そういったところに属す属さないっていうところとかで、空気感が悪くなってしまったりっていうのは、特にね、開業してからの年数が長いクラブでは起こりがちな話になってきますので、あくまでねこのフィットネスクラブとかスポーツジムっていうのは体を動かしに来る、健康になりに来る場所なので、余分なストレスがないっていうところが一番大事なことになるかなと感じております。さあ、ここまでフィットネスクラブ、またスポーツジムに通うこと自体のメリットやデメリットをお話ししてきましたが、そこでね、せっかくなので我々明楽フィットネスクラブでの状況をお伝えさせていただいて、どういった明楽フィットネスクラブに通うとメリットがあるのかっていうところをざっとご説明して終わろうかなと思います。さあ、まずね1点目ですが、明楽フィットネスクラブを選んでいただくメリットということで、先ほどねフィットネスに通うメリットやデメリットの項目の中にも出てきました。メリットとして痩せたとか筋肉がついたよっていう方もいれば、デメリットとしてなかなか結果が出なかったよっていうようなところをおっしゃる方もいましたけれども、当クラブ明楽フィットネスクラブではタニタの体組成計、体重とか体脂肪率、筋肉量を測定する機械を導入して、1ヶ月に1回無料でお客様の測定をさせていただいてます。入会最初の段階で測った測定からそれ以降の測定で体重が落ちてたとか体脂肪率が減ってたよ、また筋肉量が増えたよっていうようないい傾向で結果が出た方をデータとしてね、集積して調べてみたところですね、測定の記録が残ってる方だけになってしまいますが、比較して体重が落ちてるっていう方が約 73% いらっしゃいました。でまた入会当初から比較して体脂肪率が落ちてたよっていう方は約 79% のデータがあります。これはおそらく他の施設さん、他のクラブさんとのデータっていうのはちょっと一概に比較はできないんですけれども、今まで自分が働いてきたフィットネスの中ではかなり多い方かなと思っております。で、あくまで1回しか測定のない方とかは経過の数値が取れてないので何とも言えないところではありますが、全体の残ってるデータを集めると体重が落ちた方、また体脂肪率が落ちてる方が約7割から8割ぐらいいらっしゃるということで捉えていただければ、当クラブだったらね比較的そういったデータとしても見返しながら結果が出たっていうところが分かりやすいのかなと思います。2つ目ですね、当クラブ通っていただくメリット、先ほどのメリット1つ目、結果が出やすいっていうところともリンクしてくるかと思いますけれども、トレーニングのメニューをですね入会者様全員にトレーナーがお作りしてお渡ししています。でそれをデータ管理してやっていくことで、どんなメニューをその人がやってて、どんな目標でこういうメニューを作ったかっていうのが明確になっているので、より先ほどのメリットでお話ししたように結果が出やすいのかなと思っています。やっぱりフィットネスクラブに初めて通われる方とか、昔運動してたけどしばらくやめててっていう方にとって、フィットネスクラブ、スポーツジムに通って何が最初にネックになるかっていうと、何をしたらいいかわからない、ここが解消されるためにはやはり初期の段階でトレーニングのメニューっていうのは最低限作った上で、それをまずは実行していって、でそれに対して検証して結果が出てる出てない、どのぐらいの推移で結果が出てるのかによってメニューを微調整かけたりっていうところが、月に1回ずつの測定、またお客様とのトレーナーとのコミュニケーションでその変化がつけられるので、そういったところで結果が出やすいのかなと思っております。あとは単純なお話ですね、明楽フィットネスクラブ、同じ地域桑名市内だったりとか近隣の施設さんと比べてのっていう話にもなってきますけれども、施設の規模、広さ自体ですね、あとは立地、通いやすさとしての立地
で、施設設備の充実度、マシンの種類とか台数だったりとか取り揃えているものですね、こういったものの充実度、また営業時間、なども全て加味したとしても地域の中で考えると比較的コストパフォーマンスがいい施設かなと、まあ、内部の人間だからね、思います。比較的月会費自体が相場として高くないっていう設定、それに対して施設の充実度っていうところがかなり個人的には優れてる点かなと思っております。伴って同じそのコストパフォーマンスっていう意味でいくと、施設にいる全スタッフがトレーニングの知識を有しているという点ですね。これは社内研修、入社してからの社内研修であったりとかももちろんそうですし、私自身もですがパーソナルトレーナーっていうものをちゃんとした資格を持ってやりながら、また自分自身もトレーニングを継続していてボディーコンテストに出場して優勝した経験もあったり、また別のスタッフではトレーニングの中で、重さを扱うパワーリフティングの競技レベルまで今練習をしてっていうスタッフもいますので、いろんな目的で、トレーニングのアドバイスができるような環境が我々スタッフ側の技術量として備わっているっていうところも一つ、こういったコストパフォーマンスの中では重視していただくといいかなと思います。さあ、そんなわけで、今日お話ししていったのはまずフィットネスクラブやスポーツジムに通うことで得られるメリット、また通うにあたってのデメリット、まあ、そしてそんな中で、我々明楽フィットネスクラブっていうところがどういったメリットがあるかっていうところをまとめてお話しさせていただきました。もちろんね、いろんな要素でフィットネスクラブを選ぶ際、スポーツジムを選ぶ際には見ていただく必要はあるかと思いますが、一つ一つ精査した上でご自身の中でこれは外せないっていうところを考えた上で、ぜひね、いいフィットネスクラブ、またスポーツジムに出会っていただければと思います。三重県桑名市近隣にお住まいの方であればぜひ一度ねご見学に来ていただいて、施設の中、また我々スタッフの対応、施設の充実などを見ていただいた上で、ぜひぜひご検討いただければと思います。また何かね、それ以外でもフィットネスクラブの選び方だったりとかご質問等ありましたら、ぜひコメント欄でいただいてよろしくお願いします。そんなわけで今日の動画は以上となります。ぜひね、皆様いいフィットネスライフをお過ごしください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。